トンボ、トンボ、カゲロウ、トンボ、トンボ、英語、ドレアガンフライ、ダムジルフライは細長い羽と腹を持った昆虫である。カゲロウ目、セレイモク、トンボ目、オドナタオナス。全世界に約5000種類、うち日本には200種類近くが分布している。大型種のオニアンマから2センチメートル足らずの八丁トンボ。 1 5トルほどの糸ト,トンボの数種まで様々な種類が知られている。卵幼虫成虫という成長段階を経る不完全変態の昆虫である。幼虫は腹空中に一種のエラを持ち、淡水中で過ごす水生昆虫で種を問わずヤゴと総称される。成虫の頭部は丸く、腹眼が大きい。約270度もの視界がある。胸部は箱型で、 よく発達した長い二体の羽を持つ。これをそれぞれ交互に羽ばたかせて飛行する。空中で静止、ホバリングすることもできる。宙返りが観察された種もある。止まる時には、羽を上に背中合わせに立てるか、平らに左右に広げ、一般的な昆虫のように後ろに曲げて、背中に並べることができない。これは原始的特徴と見られる。 羽には横方向から見て折れ曲がった構造をしていて凹凸があり、飛行中に気流の渦ができる。その発見以前の翼の理論では、そのような状態は失速のように性能が劣ると考えられていた。羽は一枚だけが消失しても飛ぶことができる。腹部は細長く、後方へ伸びる。足は捕獲するために使用されるが、歩行するのには適していない。 トンボは枝先に止まるのに足を使う他は、少しの移動でも羽を使って飛ぶことが多い。肉食性で、蚊、蚊、蝶、蚊、あるいは他のトンボなどの飛翔昆虫を空中で捕食する。獲物を捕らえるときは六本の足を、カゴのように組んで獲物を足掴みにする。足には太い毛が多く生えていて、捕らえた獲物を逃さない役割を果たす。口には鋭い大顎が発達しており、 獲物をかじって食べる。自分の体重分の採食を三十分で行うことができる。また、南米産のハビロイトトンボは、巣を張っている雲に体当たりし、落ちてきた雲を捕食する習性を持つ。ほとんどの種類のオスは縄張りを持ち、生息に良い場所を独占する。他のオスが縄張りに侵入すると、激しく攻撃する。ヤンマ類では、 より広い行動圏を巡回するように飛び回る行動が知られる。オスは腹部の全部に交尾器、先端にビブ風俗器を持ち、メスを見つけると首を確保して固定する。メスは腹部をオスの交尾器まで伸ばし、交尾を行う。トンボの交尾は雲と並んで特殊なものである。生殖校は死友ともに、 腹部後端にあるが、オスの腹部後端はメスを確保するのに用いられ、交尾時には塞がっている。そこで、オスの腹部全端近くに女性能があり、オスはあらかじめ自分の腹部後端をここに接して、生死を蓄える。首を、オスの腹部後端に固定されたメスは、自分の腹部後端を、オスの腹部全端に接して、生死を受け取るのである。この時、全体として一つの輪を作る。 交尾が終わったミスは産卵を行うが、産卵の形態は種類によって様々である。孵化した幼虫は、羽がなくて、足が長く、腹部の太くて短いものもあれば、糸とんぼのように細長いものもある。腹の内部に、エラ、気管エラを持ち、腹部の先端から水を吸って、呼吸を行う。素早く移動するときは、腹部の先端から水を噴出し、 ジェット噴射の容量で移動することもできる。なお糸ト,トンボの仲間の幼虫には腹部の先端に3枚の外エラがある。幼虫はヤゴと呼ばれ、水中で生物を捕食して成長する。幼虫の下顎は人の腕のように変形しており、曲げ伸ばしができる。先端が鍵状で左右に開き、獲物を捕らえるときは下顎へ。 瞬間的に体液を送り込むことによって、これを伸ばして挟み取る。小さい頃の獲物は、ミジンコやボウフラだが、大きくなると、小魚やオタマジャクシなどになり、餌が少ないとともいもして、強いものが生き残る。幼虫の期間は、薄薪トンボのように一かつき足らずのものもいれば、オニヤンマなど数年に及ぶものもいる。修霊幼虫は、水辺の植物などに登って浮かし、 羽と長い腹部を持った成虫になる。ウカは、セミと同じように、大抵夜間に行われる。ウカの様子もセミのそれと似ている。ただし、トンボの成虫は、寿命が数ヶ月ほどと長く、成熟に時間がかかるものが多い。ウカ後、かなりの距離を移動するものも知られている。秋アカネなどの赤トンボ類は、夏に産地に移動し、秋に定地に戻ってくるものがある。その後、交尾。 産卵を行って死ぬ。さらに、薄薄きトンボのように海を越えて移動するものも知られる。この種の場合、熱帯域に生活域の中心があるが、夏に次第に温帯域に進出し、それぞれの地域で繁殖しつつ移動していき、最終的にはそれらがすべて死滅する、いわゆる死滅回遊を行う。寒冷地では普通幼虫で越冬するが、おつねんトンボの仲間は、成虫で越冬する。 中国の影響で、精力剤となるという触れ込みで、漢方薬として服用された。幼生期には、水中の害虫、成虫期には、空中の害虫を捕食するため液中として扱われる。特に蚊に対しては、ボフラと成虫の両方を捕食するため大きな、天敵となっている。また、卵で越冬し、幼生期を水中で過ごし、成虫期を、陸上。 空中で過ごすところから水田の環境と合致し、稲に対する害虫をよく捕食する。他方、害虫となる例はほとんどないが、昔、トンボが、わさびの大葵とトンボがクワやコウゾなどの若枝に散乱するのが栽培農家に害を与える例が知られる。特に後者は一部の枝に散乱が集中するために枝を枯らす場合があり、養蚕農家にとって それなりに重要である。かつての書物には、その駆除法が記されたものもあった。日本では古く、トンボを秋津、秋津、秋津と呼び、親しんできた。古くは、日本の国土を指して、秋津島とする異名があり、日本書紀によれば、山頂から国見をした、神武天皇が簡単をもって、秋津の尻、と名めのごとし、トンボの交尾のよう、なけいだと述べたといい、そこから、 秋津島の名を得たとしている。また、古事記には、有力天皇の腕にたかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり、和の国を陰郎島、秋津島と呼んだとしている。方言においては、秋津、秋津、明け津、明けす、明け女、波形者、トンプ、ドンボ、などの語形が東北から南西諸島に至る各地で見られる。トンボの語源については、 諸説あり、例えば以下のようなものがある。なお、漢字では、かげろうと書くが、この字はかげろうを指すものでもあって、特に近代以前の古い文献では、トンボはかげろうの属称であるとして、両者を同一視している。例えば、新井白石によるもの、名語源辞典、東宮尾、二十、虫体には、かげろうかげろう。古にには、秋津といい語には、かげろうという。 速攻族に、トンボウと言い,いて東国の方言には、今も、エンバといい、また赤卒、赤トンボオバ、稲玄座とも言うなりとあり、カゲロウをトンボの衣装としている風である。日本語では、トンボが身近な生物であったため、様々な事物に、トンボの名がつけられている。これについては、トンボ、曖昧境比を参照のこと。トンボは素早く飛び回り、害虫を捕食し、 一種の縁起物として特に武士に喜ばれた。戦国時代には、兜や鎧、エビラがなのつばなどの部分、人ぼうりや、陰道の装飾に用いられた。徳川四天皇の一人、本田忠勝は、かげろうぎれ、とんぼ切りと呼ばれる、長さ二畳、約六メートルに及ぶという長僧を愛用した。その名の由来は、 カゲロウが穂先に止まった途端にまぶたつに切れて、しまったという逸にちなんでいる。目的地まで来て、すぐに引き返す意味で、トンボ帰りという言葉も用いられる。トンボ取りは、子供の遊びである。目玉の大きいトンボの目の前で、指を回して、目を回させようとするのは、実際の効果は、高くない。戦前は、竹竿の先に取り持ちをつけて取るのが、一般的だったようだ。 また、小さな石を糸の両端に結びつけ、これを投げ上げる方法も伝えられている。トンボが小昆虫と間違えて接近すると糸が絡まって落ちてくるというものである。竹を削った玩具で竹トンボも古くから子供の間で親しまれている。形がカタカナの木に似ていることから、キザ、キザのことをトンボにさの字と言ったりする、金書き路分のあぐら鍋二辺上に、 幼例あり。相撲界の因語に、トンパチという言葉がある。これは、トンゴに鉢巻きの略で、トンゴに鉢巻きをすると何も見えなくなるというイメージから、転じて、目先が効かないもの、何をしでかすかわからないものを指す。一方で、糸ト,トンボ類には、ダムゼルフライは、乙女の糸といった優雅な故障もある。ヨーロッパでは、魔女の針などとも呼ばれたり、 その羽はミソりになっていて触れると切り裂かれるとか、嘘をつく人の口を縫い付けてしまう、あるいは耳を縫い付けるという迷信もあった。魔女の針という名称はこの、縫い付けるという迷信と関連付けられたことによって付けられたらしい。また、トンボが刺すという誤解も広くル布フしているようである。また、蛇の先生との名もあり、これは危険が近づいていることを、 トンボがヘビに教えるという伝承による。課長画の伝統を持つオリエンタリズム、またとりわけジャポニズムの影響のもと、近代に入って西洋美術でも虫や草花を主題とした作品が多数作られるようになったが、影楼を主題とした作品を多数生み出した作家としては、アール・ヌーボーの機種であった工芸作家エミール・ガレがとりわけよく知られている。 下に図示したような木工作品のほかガレはロウをモチーフとしたガラス切ルを多数制作した。ある作品には、打ち震えるロウを愛するものこれを作るとの名を刻み込みさえしたという。また、当時のジャポニズム愛好家たちの間では、ロウを日本の象徴とする機運さえ生まれつつあったという。トンボは、特に日本では古くから子供の遊び相手であり、 身近な水環境を生息域として多くの種が見られた。しかし近年の水回りの激しい環境変化によってその多くが身の回りから姿を消した。湿地性の種では絶滅危惧種に指定されているものもある。80年代以降に森清かずらの都市の身近な環境を多くの生物が住めるように整えるというビオトープの考えのもと。 様々な試みが各地でなされてきた。様々な生物のパイロットグループとして、特定の生物の保護を看板にする手法が有効である。ホタルと並びトンボを看板に用いる運動が多かった。日本ではそれだけこれらの昆虫が親しまれている証拠であろう。しかし、成虫が餌を取らないホタルの場合は、比較的大きな空間を必要とせず、水条件と、 水周辺の木陰程度があれば生息可能なので放流を前提とすれば案外簡単に繁殖させられる。それに対してトンボの成虫は寿命も長く飛翔力が強いから水場だけではなくその周辺に十分な面積の緑地環境が必要である。しかし一方で飛翔に十分な空間の開けた場所なら半壺ほどのビオトープでも水草があれば どこからか飛来して産卵することが期待できる。一度発生すると水槽類の繁茂しすぎなどの環境悪化を見守れば、毎年発生するので個体の回帰性もあると思われる。オスは縄張りを強く守り、他のオスや敵に執拗に追われた個体やメスが繁殖の水辺を求め、能力に合わせて、糸ト,トンボでも数百メートル飛翔移動すると考えられる。トンボの人工飼育は容易ではないから。 トンボ池には原則として放流はしない。それだけにトンボの保護は難易度が高いが環境保護活動としては意義も大きいと言える。また都会においては一つの池ではトンボの生活が維持できない場合もあるがある程度の距離を置いてそのような施設を多数設置すれば飛翔力の強い彼らのことそれらを移動しつつ生活を維持できるのではないかとの考えも出ている。 トンボは日本全国で馴染み深い昆虫であり、特にトンボの紹介などに力を入れた施設も知られている。トンボ目はカゲロウ目と共に原始的な羽の構造を残した分類群であり、この二目は旧羽下綱に分類される。古生大石短期から化石が知られ、中でもメガネ浦は羽を広げると70センチメートルにも達する大級の昆虫として知られる。ただし、 これはトンボ目に属する種ではないと考える説もある。前後の羽がほぼ同じ形で、腹部が細長い。ほとんどの種類が羽を閉じて止まる。胴体は、不等し羽根あものサナトンボ類のものに似るが、羽は等し羽根あのものに似ており、羽を閉じて止まる特徴がある。原生種は一か一族二種のみである。胴肢が前種より広く、休む時は羽を開いたまま止まる。 他にもたくさんのトガが認められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。